Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. 皆さんどうもこんにちは、8月6日スパイアーシティ戦ですね。あ、スパイアーシティゴーストハウンズ戦でした。現在首位です。今日も2番センターでスタメンです。はい、1打席目、まあ、初回に1点取られて、で先頭のバッターが出塁したんで、ノーアウトランナー1塁だったんですけど、まあ、1、2塁間広く空いてるんで、ここはインコース来たら1、2塁間引っ張ろうかなと思って打席入りました。で、まあ内寄りの甘い球来たんで、まあ、しっかりスイングすることができて1、2塁間ヒットになりました。2番バッターがアメリカ来てほとんどなんですけど、結構こう、まあ、先頭バッターの打席に左右されるっていうか、まあ、先頭が出ることによって、自分のやることも変わってくるんで、すごく頭を使うのが面白いです。ヒットの間に盗塁成功しました。この1番バッターはね、あんまり盗塁するタイプじゃないんですけど、珍しく盗塁して、で自分もついていけたんで、ノーアウト2、3塁、まあ、最高の形が作れて、3番バッターにいい形で流れを作れたかなと思います。で4番メンドーサホームランですね。メンドーサは 2A の 2A まで出た選手なんですけど、現在は首位打者をね、めちゃくちゃ打ちます。ヨークレボリューションはね、もうとにかく打線が強くて、このスパイアーゴーストハウンドシティのチームのジミーパレデス、ロッテにいたジミーパレデスです。パレデスだったり、マルモレホスっていう、まあ、去年まで日本でプレーしてた選手とか、あとスターリン・カストロっていうメジャーリーガーですね。メジャーでかなり活躍した選手もいて、このチームもかなりバッティングがいいチームです。2打席目レフト線ですね。まあこれツーベースいけたかなと思うんですけど、レフトが結構、いいクッションの判断、いいクッションして、シングルヒットになりました。で3番ストークが見逃し三振。ストークスはね、25歳か6歳ぐらいなんですけど、もうとにかくずっと喋ってます。試合中も試合前もすごく明るくてね、人間性も素晴らしい選手です。1番バッターがツーベース、ツーベース2点タイムですね。で3打席目、でここノーアウトランナー2塁になったところで、タイム取ります。相手がね、で流れを、まあ、切るというか、間を取る意味でのタイムだと思うんですけど、その間に足場をしっかり作るって書いてありますけど、タイム中はね、暇なんでね、やることないんで。この打席どういうバッティングしようとか、まあ、どういうバッティングしたいかななんてことを考えてました。初球セーフティーですね。まあ、結構サードも前に来てたんですけど、4回裏4対6 で相手の打線もかなりいいんで、まあ、確実に、点が入るという、点が入りやすいワンアウト三塁
したいなと思ってセーフティーしました。で、2ストライク追い込まれてスライダーですね、縦スラ三振してしまいました。まあきっちり流れを切られちゃいましたね。で、この回2打席目ピッチャー変わって中継ぎですね、13対4、1人で1イニング2アウト取られるわけにはいかねえと思ったんですけど、セカンドゴロでした。はい、きっちり取られました。で、第5打席ピッチャー変わって右のサイドスロー、まっすぐスライダー、シンカー、チェンジアップのピッチャーですね。このピッチャーとにかく球が速くて97マイル、8マイル出ます。インコースボール、またインコースボール、ちょっとね引っ掛け気味だったんでまさかとは思ったんですけど、はい、ノースリーから当てられました。はい、これねマウンドに向かってきます。ぶっ飛ばしたろうかなと思ったんですけど、結構でかくてやめました。はい、近く行ったらめちゃくちゃでかかったです。ちょっと多分やられますね。はい、で6打席目、さっきねこれ当てられてるピッチャーなんで、ね、思いっきりピッチャー返ししたろうかなと思って、外ツーシームですね、シンカーかな、インコース引っ掛けてカットボールですね、これセンター前、ちょっとピッチャーには当たらなかったですけど、これずっとピッチャーまっすぐ で首振ったんで、あ、これも絶対変化球だと思って、そしたら案の定カットボールでした。で、まあ後続倒れて3アウトで勝利、16対5で勝ちました。昨日もね、まあ、3本打って、で今日も3本打って、8月なかなか、いい形でヒットが出てるんで、この調子でどん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 頑張っていきたいなと思います。これねハイタッチ試合終わったとするんですけど、これ先頭メグトレーナーですね、今ハイタッチした人で、これピッチングコーチ、ここから握手なんですよ。でバッティングコーチで監督握手なんですけど、僕ちょっと手汗がすごくてね、握手するのはちょっと気が引けるんですけど、まあ勝ったからいいやということで勝ちました。また頑張ります。